ニコン ZF 手ブレ補正8段を検証。はい、皆さんこんにちは、長チャンネルです。ニコン ZF はミラーレス機 Z シリーズの中で最強の8段分の手ブレ補正効果があります。 SNS でカタカタ音がする、センサーが揺れている、故障ではないかという声が上がりましたが、 ZF は電源を切ってもこの VR 機構はロックされません。ロック機構はないが十分な強度を確保しているそうです。 Z シリーズ最強8段分の手ブレ補正効果を実際の撮影場面で検証してみます。それでは Let's get started。長チャンネル。静止画編。手ブレ補正をオフに設定し、手持ちで撮影します。使用したレンズはニッコール Z40mmF2SE です。絞りを F5.6 に固定し、シャッタースピードを下げていきます。ISO はオートですが、なるべく ISO100 になるように可変 ND フィルターで光量を減らしています。50分の1秒です。25分の1秒です。10分の1秒です。5分の1秒です。1秒です。手ブレ補正をオン、ノーマルにします。1秒です。5分の1秒にするところを2分の1秒にしてしまいました。10分の1秒です。25分の1秒です。50分の1秒です。撮影した画像を等倍に拡大してブレていないか確認します。左が手ブレ補正オフ、右が
手ブレ補正オンです。50分の1秒どちらもブレていません。25分の1秒どちらもブレていません。10分の1秒手ブレ補正オフはブレてしまっています。手ブレ補正オンはブレていません。左が5分の1秒 0.2 秒で、右が2分の1秒 0.5 秒です。左の手ブレ補正オフはブレています。右の手ブレ補正オンは 0.3 秒分長いのにブレていません。1秒どちらもブレています。手持ちでシャッタースピード2分の1秒でもブレないということは、夜景撮影で威力を発揮しそうです。長チャンネル動画編。動画撮影ではボディ内手ブレ補正のほかに電子手ブレ補正の機能があります。まずは手ブレ補正オフ。電子手ブレ補正もオフで撮影しました。手持ちで撮影しているので揺れています。次に手ブレ補正をオンにして、電子手ブレ補正はオフにして撮影しました。他の方の迷惑にならないように人が途切れた時に慌てて撮りました。あまり違いは感じられません。最後は手ブレ補正オン、電子手ブレ補正もオンにして撮影しました。やはり大きな違いはないようです。小型の Vlog カムのようにはなりません。静止画においては十分な効果がありました。 ZF はセンサーの高感度耐性も高く、手ブレ補正も強力なので、低照度下でも高画質で撮影できるカメラであることが確認できました。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。